日本の名曲人生歌がある。数々の名曲を生んだ偉大なスターの歌と人生をリスペクトしようというトリビュートタイムです。今夜のゲストは小倉圭さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず簡単にプロフィールをご紹介させていただきますけれど、なんと東大法学部出身でいらっしゃる小倉圭さんでございますが、昭和42年に当時の日本勧業銀行に入行され、平成5年まで約26年間、勤務されました。在職中の昭和46年に初のアルバムを発売ということで、そして以降、ソングライターとして多くのアーティストに楽曲を提供され、愛さんさんや夢芝居、そしてシクラメンの香りなど、もうたくさんの歌謡史に残るヒット曲を数多く生み出されました。今夜はそんな小倉圭さんの名曲の数々を皆さんと共に歌っていきたいと思います。その銀行時代にこのアルバム発表というのは、そもそもどういったこう経緯だったんでしょうか？いや、たまたまね、なんか、はい、寺山修司さんって当時いらっしゃいますけど、はいはい、寺山修司さんが当時の青春群像を描く当時で LP レコードを作ってらっしゃった、はい、そこになぜかちょっと僕知り合いだったもんだから呼ばれて、はいはい、君も一つ二つ歌えって言われたんです、アングラの LP レコードですね、はいはい、それが世に出た時に、まああまり売れなかったと思うんですけど、はい、その僕の声を聞いたあるレコード会社の一番若いディレクターさんが錯覚をしたんですね、はい、その声を聞いて、この声の主は15、6歳の美少年に違いないっていう、とんでもない錯覚をした。それで僕に愛に見えたんですよ、はいはい、で要するに僕を売り出そうと思ったらしいんですよ、歌手としてね、声だけ聞いて、で呼び出されて会った途端にね、はい、そういうつもりで来たんだけどやめるわって言われました。僕の顔見た瞬間にひどいこと言いますね。でもほら、作品がちょっと作ってあって、はい、ちょっと聞いていただく機会があったんですよ、はいはいはい、そしたらその君はいらないから、うん、作品だけちょうだいって言われましてそれで歌手探しに入ったんですよね。あ、逆に作品をそうですそうです、こうとても気に入られて、はいはい、ところがなんか1年間探したけど、まあ、適当な方がどうしても見つからない、うん、で僕はたまたま銀行から派遣されて、はい、アメリカに留学しちゃう時期が来ちゃったの。はい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 、じゃあ君の声で仮歌とにかくレコーディングしてってくれよっていう話になって、うん、はい、でも結局それが処女作として LP レコードが出ちゃったっていう、はい、そういう経緯なんです。それが なんていうタイトルなんですか？青春とかいうタイトル、青春砂漠の少年かな。へえ、いい歌ですよね。それは僕がいない間に日本で発売、なるほど、それが始まりなんです。へえ、だその後銀行はずっと僕のこと、僕の音楽活動、結局結果的に何十年も温かく無視してくれたんですよ、はい、なるほどね、温かく無視で、そんな中で、はい、あの昭和50年のシクラメンの香り、そう、これが、まあ、これはもう布施さんの力ですよ。いやいや、当時 A 面 B 面っていうのがね、レコードが必要だった。 A 面に新曲の寂しい時っていう歌を作って渡したんです、はいはい、寂しい時が本来 A 面だと思って、でシクラメンの香りはその前年に僕何曲か作った中で適当にこう、まあ不良在庫みたいなもんですよね。A 面 B 面2曲必要だから、でシクラメンの香りを添えて、はい、両方新曲ですってね、嘘ついて2曲お渡したら、知らない間にそれがひっくり返って、じゃあシクラメンの香りを作るにあたってのなんかこう、はい、アイデアとかっていうのはどういうことだったんですか？そのシクラメンの香りという、お話するのも恥ずかしいけど、いやいやいや、あの歌を世に出したくなかったんです。あ、そうなんですか？はい、借り物が多すぎる、歌を作る上で、はい、あれはね、当時あの詩を書いた頃は北原白秋全6巻という詩集を読んでましてね、はいはい、北原白秋先生が書いた詩の中で今でも新鮮だなと思う言葉を全部黄色いマーカーで印つけて、それ全部寄せ集めるとシクラメンの香りになる。そんなことはないですよ。そんなことはない。いやだ、詩がそうでしょ。しかも曲、曲っていうか文体ですね、文体、はい、あの真綿色したシクラメンほど清々しいものはない、はい、ほどないって
ていう文体はエルビス・プレスリーなんですね。はい、エルビス・プレスリーの歌で朝見る君ほど素敵なものはないっていう歌い出しがあるんですよ、はい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 、で2番が昼見る君ほど素敵なものはない、うん、この文体は日本の歌に使われてないな。なるほど。それでそっくり、へえ、そうやって書いてるうちに嫌になるわけですよ、ね、小倉家どこにいるんだって話ですよ。北原白秋ですし、エルヴィス・プレスリーですし、仮門ばっかりじゃないか、はい、そういうちょっと、変な歌ですよっていうのを告白しとこうと思って、シクラメンの香りの3番にはこの歌は嘘がありますっていうのを告白してるんですね。ちゃんと薄紫のシクラメンほどって始まるんだけど、はい、当時紫のシクラメンってないんです、その後作ったんです。そう、その後ね、ある花屋さんが結構発明しちゃったんですよ。へえ、うん、でもね、例えばシクラメンには香りはなかったんです。そうです、匂いもないんです、シクラメン本来。ところがね、その後頑張って花屋さんは香りのあるシクラメンを作った。出雲からね、夜中電話かかってきて、時の出雲の市長が、小倉さんやったよっていう電話が入りました。で、何やったんですか。シクラメン、匂いのあるシクラメン開発したよってせっかく僕は嘘ですよって告白しといたのにね、全部本当になっちゃったからびっくりした話ですね。ですね。はい、でもそれが歌謡大賞につながり、レコード大賞にもつながったわけですよ。でも大賞受賞の時は いらっしゃったんですか。12月31日難しかった。だから、あの、僕そういう華やかなところに出る人間じゃない。いらっしゃらなかった。そうです、恥ずかしかったから、はい、お断りしました。ただせめて電話でインタビューしますから、はい、言ってください。で、僕結局大晦日の日ね、東京駅の八重洲口にね、銀行の上司3人誘って、ね、麻雀やってました、電話もせずに隠れてました。へ、はい、そんなシクラメンの香りという歌に私のチクマガが負けたんですよ。いやいや、もうね、あの、五木さんの場合はもう、はい、同じ年に私はチクマガを歌ってました。そうですか。そういういきさつで麻雀してる間に取られたんですね。本当に申し訳ない、はい、よくわかりました、さあ、はい、この辺で、では一旦曲の方に参りましょう。もう名曲のオンパレードになるんでしょうね、これね。そうですね、うん、もうこのパレードはですね、もう先頭を歩いていただくのは大月みやこさんでございます、大月さん。では早速始めましょう。小倉圭さんのトリビュートタイム、じっくりとお楽しみください。ではどうぞ。心ひそかな嬉し涙を流し
人は可愛い可愛いものですね。ああ、学校たちは優しく娘に行こう。セリフ一つ忘れもしない誰の筋書き花舞台行く先の影は見えない。男と女操りつられ細い絆の稽古不足を幕は待たない。恋はいつでも羽をつぶたい。たぎる思い抑えられない。化粧衣装の花舞台垣間見る素顔かわいい。男と女操りつられ心の鏡しきれない涙と笑い。恋はいつでも初舞台。山の中へ続い
という記憶だけで、ほんの小さな一番星に追われて消えるものなのです。
思い出す人
どんな時も私の絶対の味方でしたね。厳しめ優しめ変わらずに私に向けられていた目。今私がこうしているすべてあなたのおかげです。リビュートタイム、まずは6曲をお聴きいただきました。小倉さん、いかがでしたでしょうか。いや、僕は言うのも変だけど、皆さん歌お上手ですね。うまいってさ、みんな。よかったですね。さすがだなと思いました。まあ、私は本当にね、なんていうんですか、こう、やっぱ歌ってね、僕はまず詩だと思うんですよ。はい、そして小倉圭さんのやっぱり文学っていうか、はい、もうこう詩情豊かな、ね、世界。まあ、これにはね、本当にもうなんかこう、引き込まれるんですけれど、続いてはですね、研ナオコさんのこの泣かせてから参りたいと思うんですけれど、これはちょっと研ナオコさん、泣かせての思いをちょっと聞かせていただけますか。これはですね、とても優しい言葉なんですね。こんなに繊細な部分っていうのを男の人っていうのは女性に求めてるのかなっていうのをつくづく感じながら歌わせていただいてます。あのね、僕基本的にはネクラな男なんですよ、青春時代から。それで、あの作る歌も大体マイナーが多いんですね。そうですね、そういう長調より短調が多いんです。はいはいはい、でもこ の, あの泣かせてはね、実はメジャーなんです、はい、僕には珍しく。でこれも不良在庫だったんですね。あ、そうだったんですか。2年前ぐらいから作ってあった歌がいくつかあったんだけど、健さんからか、健さんのオフィスからか、はいね、はい、歌作ってくれっていうご依頼があって、健さんのイメージで作ってくれって言われてね、健さんのお顔を思いながら、はい、できなかったんですよ。どう考えても。そしたら僕の弟が、
そんなに悩むんだったら新曲と言いながら2年前に作ってたあの在庫を持って渡せばいいよって言われて すごい兄弟ですよね。すいません本当に、はい、今知りました。でもめめしい女性じゃなくて女性の強さっていうのを含ませたいという意味もあって、はい、マイナーではなくてメジャーで、なるほど、これは大正解ですよね。曲でした、はい、なるほど、貴重なメジャー作品ですね。そうだと思います、はいはい、それから研ナオコさんの泣かせたいことがございます、はい、では泣かせてからまた小倉さんの名曲を歌い継いでまいりましょう。5曲続けてお聴きください。ではどうぞ。
時は私にめまいだけを残してゆく。だからワングラスの角通り眠りつこうとする愛にささやかないで。時は私めまいだけを残してゆく。だから小舟を運ぶ潮風よ眠りつこうとする愛よ揺り起こさないで。鏡に残ったあなたの後ろ姿青い青い時は私にめまいだけを残してゆく。だから触れなずむ海の揺らぎよ怒りをほどいてゆく船の心とどめて。後ろ姿青い青い海が見える。さよならを書こうとした口紅が折れて弾けた。
激しさに告げる思いの揺れ惑う堅くなまでの一筋の道愚か者だと笑いますか。もう少し時が緩やかであったなら、この切れ間に輝いて虚しき願いまた浮かぶ。ひたすら夜を飛ぶ流れ星、急ぐ命を笑いますか。もう少し時が優しさを投げたなら、愛しき日々の儚さは消え残る夢、青春の影。もう少し時がたおやかに過ぎたなら。
しき日々はほろ苦く、一人夕日に浮かべる涙、愛しき日々の儚さは消え残る夢、青春の影。シクラメンほどすがしいものはない、出会いの時の君のようです。ためらいがちにかけた言葉に驚いたように、振り向く君に染めて過ぎて行きました。薄紅色のシクラメンほど眩しいものはない、恋する時の君のようです。木漏れ日浴びた君を抱けば、寂しささえも置き去りにして、愛がいつの間にか歩き始めました。疲れを知らない子供のよう、二人を追い越してゆく、呼び戻すことができるなら、僕は何を惜しむだろが、できるなら僕
シクラメンの代わりまで改めて5曲お聴きいただきましたけれど、いや贅沢な追悼式ですね。本当にありがたいことでございます。復活祭みたいな。ありがとう、はい、私は、ね、今日はあの堀内孝雄さんが歌った、はい、あの愛しき日々を歌わせていただきましたけれど、ね、はい、あの歌なんかはあの堀内孝雄さんがいわゆるあのアリスからね、うん、一人になって、うん、さあどうしようかという時にあの歌でソロ歌手としてスタートしたわけですよね。苦しかった時なんですね、そういう意味では、まあ、人生をやっぱり変えた。そうですね、あの本当意外ととんでもない影響を、ね、人にお与えしていることがあったりしてね、怖いですね、はい、やっぱり真剣にやんなきゃいけませんね作品。いやいや真剣にやってらっしゃるの大丈夫、ずっと真剣なんですけれど、もうそういった意味ではね改めてなんかそういうものを感じます。はい、シクラメンの香りにしてもね、シクラメンの香りもね、はい、僕はあのちょっと10年ほどあのいなかった時にそれで帰ってきて、うん、本当にもう一度その扉を開かせていただいたっていう、ね、あの曲なん で本当に ありがとうございます。ということでこのコーナー最後はですね小倉圭さんご自身も歌っていただきたいと思いますけど、本当に伺ってて思ったのは自分で歌わないってこんなに楽かって思ってましたけどダメですよ。そうはいきません、ここはですね、はい、やっぱり小倉圭さんの数多い作品の中からやっぱり一曲歌っていただこうと思いますが、何を選んでいただけますか。それじゃあ歓迎会っていうの多いですけど、感想の歌です。どうぞ。出会いのその日から街のよどみ冷えて星たちに輝きよみがえり僕に力が君のおかげさ互いの情熱と夢をぶつけ合って透き通る涙を流したね汗に隠して君を送るこの日まで一生懸命すぎるほどの暮らし拳眼差しどれもが素晴らしい記念日誇りさ若いからじゃなくて夢に挑むことで僕たちに別れはないという心を通えば
高めてふと襲う孤独を胸底に沈めてひそやかな君の気遣い君を送るこの時に遠い星に映す近い光揺らぎきらめきどれもが胸熱い交わり祭りさ若いからじゃなくて夢に挑むことで僕たちに別れはないという星を仰げば僕たちに別れはないという心通えば